で来てみたかったんです。ありがとうございます。美味しそう、ありがとうございます。今から雰囲気のいいカフェに行きます。すごいここに来てみたかったんですけど、植物園みたいなの中がカフェになってるみたいな。え、お店の方ですか？あ、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。今日はなんか、あ、ここで、わー、嬉しい、来てみたかったんです。ありがとうございます。すごいイケメンのお兄様方お兄様がお出迎えですいません、ありがとうございます。あ、素敵、あ、涼しい日陰で見に来てくださっ、ありがとうございます。かわいい、同じお店、ウェディングドレス、あー、このサイズ測ったりとかする感じ。じゃあ私も30周年の時にお願いしようかグリーンドラゴンロンジン茶っていうのにしようかなおしゃれですね。おしゃれですね。おしゃれ、グリーンドラゴン、はい、グリーンドラゴンロンジン茶、はい、ホットとアイスございます。あ、ホットでお願いします。はい、バッ、これ何ですか、ザッパトルテ、ザッハトルテ、ザッハトルテ、チョコ、チョコです。うん、じゃあこのザッハトルテにします。秋の味覚、はい、ありがとうございます。でもここ神戸駅からだとやっぱ15分ぐらいかかるのかな。そうですね、車でちょっとかかります。うん、割と坂をね登ってきた感じで、はい、すごいなんか街並み通ってきただけですごい神戸の道、坂道とかもワクワクしますね。神戸もこんなに坂があるんですね。でもちょっと本当日本離れしてるというか、うん、なんか素敵な風情ある道でしたね。ですね、あと海外の方もすごくね今多いですね。多いですよね。うん、今回はもうあれですよね、40周年、去年40周年って言ったけど大体41年ぐらいだったんだよね去年多分。あ、もうやっぱ一時全然しない時があったから、うん、そこから30周年の時にして、30、50周年の時にして、40周年の時にして、で今年もやってっていう感じなので、ちょっと今年は生意気にも神戸を来てしまったので、うん、まあ東京以外にもねできたらいいなっていうふうには思ってますけど、福岡とかもいいですしね、うんうん、早い、ザッハトルテとグリーンドラゴンロンジン茶、おお、ありがとうございます。2、3分蒸らして飲んでください、うん、はい、すごい素敵、可愛らしいですね。これ気になる、開けちゃおう。おお、2、3分って言われたけど、こうなってんだ、うん、はい、途中で揚げるタイプ、もうこれぐらい、私結構薄めが好きなので、はい、薄く、美味しそう、はい、熱っ、熱い熱いね、やっぱり、ちょっとまだ暑いですね。ちょっと暑かったですね。あ、アイスにすればよかった。まあいやね。はい。こちらが秋の味覚。ぜひ皆さんこちら、うん、ね。ちょっとじゃあいただいてみます。チョコだ。いただきます。うん。ちょっと酸っぱいのが入ってる。フランボワーズだと思う、多分。それかチェリーか。今回は見どころはどんなところですか？うん、見どころは私の歌ももちろんですけど、とにかく去年のビルボード同様、船山元樹先生の私のアルバムとかアレンジいっぱいしてくれたりとか、昨年出した、あ、一昨年出したそれじゃあボイスというアルバムも船山先生に全部お願いした縁でコンサートもねしていただくことになったんですけど、船山先生がミュージシャンの方も選んでくださっているので、本当に一流のミュージシャンのアーティストの方が演奏してくださるので、本当私の歌邪魔じゃないっていうぐらい素晴らしい演奏なのですよ。ここを楽しんでいただけるだけでもいいですし、
あとやっぱりまたアマゾンズの3人のお姉様にもコーラスをお願いしたので、私アマゾンズの一員になりたかったんです、あの昔から今回はちょっと願いが叶うかな、それは来てからのお楽しみ願いが叶ってアマゾンズがもしかしたら4人になるかもみたいな。あとはじゃあ参加型、あの後半はすごくみんなと一緒に楽しんで歌ったり踊ったりできたらいいなっていうふうに思ってますので、私は振り付けの説明するの下手くそなんですけど、私にと真似して一緒に振りをしてねっていう感じです、うん、こんな高台のね素敵なところにカフェもありますので、ついでにと言ったらですけど、どっちがついでなんだって感じですけどでもこういった素敵なカフェにもね、せっかく神戸に来たんだから一回遊びに来たら絶対いいと思います、うん、ここが有名なスターバックス、有名なスターバックスです。イエーイ、はい、ワイポイント、わあ、来れた来れた、嬉しいな。あれがあの神戸に来たら皆さん撮る、あ、あれね、はい、わあすごい、今修学旅行生がいっぱい、旅行生が、ああ、あれがすごく光って綺麗になるの、はい、そうです、夜はあれが、あすごい、あれも素敵ですね。今ねポートタワーがちょっと修理中っていうことでね、うん、ちょっと残念ですね。10月までには治ってるかな、治ってないね、どうですかね、絶対治ってないね、かなり時間かかりますよねそうだよね修学旅行生が気づいたヒロミの奥さんとして認知されておりますね、おしゃれな神戸に来たな、いいですねこれ終わったら行きましょう、はい、どこどこではいい、どこがいい、やった、あの人たちにコンサート来てもらおうかなそっか、同世代もうちょっと若いかな、なんか、でもほぼ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 、はい、いいな、女同士で旅行ね楽しそうです ね, ね、いいですね、いいですね、だからそうママさんたちもグループになって、あそろそろ以上のコンサート行くみたいな感じで来てくれたら ね, いいね、嬉しいですね、はい、うん、本当はこういうじゃあところも付き合ってあげたらいいんだけどね、皆さんとね、今度はそういうのも考えましょう。この2階です。おー、あ、ここ、はい、素敵、え、ここってレストランなんだ、レストランです、あーすごい素敵、いいじゃないですか、こんなところでお食事できるなんて嬉しいわここ何時までやってるんですか？ここは9時までです。9時か。じゃあ終わってからは間に合わないな。前乗りするか。昼間から飲んじゃうか。じゃあスパークリングしよっかな。スパークリングのグラスあるありますか？はい、じゃあグラスで、はい。お食事は淡路産しらすと唐辛子。おいしそう、それがいいです。じゃあトリュフチーズ1個とマルゲリータでいっかしら、それいただきます。これはイオちゃん単独のやつ、ちょっと素敵なジャーニー、大きいこれシンセが入ったって言うけど、わかんないね、シンセ。でもそうな、なんか私もっといっぱい歌えるのかと思ったら、3回ぐらい歌って、あーもう大丈夫とか言って、え、もう大丈夫なの、あとこっちでなんとかするからとか言って。そんなに入ってない。ヒロミさんがめっちゃ入ってた。ビューン。ビューン。
あ、これトリュフのやつ。はい。おお。まあいい香り。ありがとうございます。あ、はい。ありがとうございます。パパ出てきた。パパ出てきた。パパ出てきた。最後一行。歌詞がその場で変わって。あ、そうなんですか。はい、なんかいいですね。旬な歌詞になって、ほや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 。最後はね、こう長男の、これコーラスが息子たちって。へー。コーラスが息子たちで、感想のギターがあのジャイアンツの牧原さんの息子さんがうちの長男と同級生 でなんかこの曲のプロデューサーさんとも仲良しで、なんか呼ばれて弾いたみたいですけど、すごい上手だっていう曲。いただきます。すごいトリュフの香りがこっちまで。ね、トリュフがもうこの細さは私好み。どうね、みね。すごい美味しいですよね。うん。音が。美味しい。あ、このチーズ加減とトリュフの香りがいい感じですね。あ、すごい。え、早い。わあ、美味しそう。あ、出航？あ、出航したの？出航するのこれから。したの？お姉さんが出航するんですか？それおすすめの、はい、しらす。おこの緑は何ですか？コンデンジ唐辛子。あ、じゃあ辛いの？ちょっとこちらは辛くないんですね。これが青唐辛子と米粉のソース、こちらが辛いので、あ、 お好みで、はい、うん、美味しそう。ありがとうございます。また来てくださいね。じゃあいただきます。あ、ソースまずかけないで食べてみる。うん、うん、辛くない、美味しい。うん、このマンガンで唐辛子がすごく効いてます。ちょっとピーマンみたい、少しピーマンっぽい味がする。うん、けどシラスとよく合う、美味しい。そしてこのちょっとだけよ、ちょっとだけ辛いのね、あんまり。はい、いただきます。うん、もうまあまあ辛い。うん、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 これは辛いよ。うん、きますね、これ。はい、でもパンチがあっていいかも。このここもすごくなんか美味しそうだね。あの本当に釜で焼いてる感じ。てか焼いてんだよね。確かに焼いてると思います。焼いてますね。こうやって皆さん楽しんでいただけたら嬉しいです。では10月15日神戸新聞松方ホールで、ぜひそちらで待ってますので、みんな来てね。お待ちしています。待ってます。